高岩区は中華人民共和国古希省武漢市の市街地に位置する四角区で観光三区の一つである。武漢市人民政府は同区の沿い港、大道188号に位置する。略称は岸であるが、区政府が発布する政令以外にほとんど使われていない。高岩区は長江の北岸、武漢市街の北東部に位置し、 総面積は80.28平方キロメートルで2016年末時点の常住人口は96.13万である。当地は長江中流の大商業都市の観光の郊外であったが1858年の転身条約を機に観光疎開が建設された。高岸区の長江沿いには疎開時代の近代建築が多数残っている。郊岸区人民政府の所在地は 陸号路1号、区の政治機関を一家に記載する。中国共産党公安区委員会、区の共産党指導部である。中国共産党公安区委員会初期は、区の市長。公安区人民政府、行政機関であり、区役所に相当する。公安区人民政府区長は、区の行政上の長。公安区人民代表大会、区の国家権力機関及び、議決機関であり。 区議会に相当する。中国人民政治協商会議部監視公願区委員会政治協議機関である。公願区監察委員会監察機関である。公願区人民法院司法機関であり、地方裁判所に相当する。公願区人民検察院検察機関であり、地方検察庁に相当する。ありがとうございます。